第一朗読創世記。その日、ユダはヨセフの前に進み出ていった。ああ、ご主君様、何、どうぞお怒りにならず、しもべの申し上げますことに耳を傾けてください。あなたはファラオに等しいお方でいらっしゃいますから。ご主君はしもべどもに向かって、父や兄弟がいるのかとお尋ねになりましたが、その時、ご主君に、年とた父と、それに父の年寄り子である末の弟がおります。その兄は亡くなり、同じ母の子で残っているのはその子だけですから、父は、彼をかわいがっておりますと申し上げました。すると、あなた様はその子をここへ連れてこい。自分の目で確かめることにする。その末の弟が一緒に来なければ、再び私の顔を見ることは許さぬと、しもべどもにおっしゃいました。私どもは、あなた様のしもべである父のところへ帰り、ご主君のお言葉を伝えました。そして父が、もう一度行って、我々の食料を少し買ってこいと申しました。折にも行くことはできません。もし、末の弟が一緒なら、行ってまいります。末の弟が一緒でない限り、あの方の顔を見ることはできないのです、と答えました。すると、あなた様のしもべである父は、お前たちもしているように、私の妻は二人の息子を産んだ。ところが、そのうちの一人は私のところから出て行ったきりだ。きっと噛み裂かれてしまったと思うが、それ以来会っていない。それなのにお前たちはこの子までも私から取り上げようとする。もしも何か不幸なことがこの子の身に起こりでもしたら、お前たちは、この白髪の父を苦しめて嫁に下らせることになるのだ、と申しました。ユセフは、そばで仕えている者の前で、もはや平静をよそっていることができなくなり、みんな、ここから出ていてくれ、と叫んだ。誰もそばにいなくなってから、ユセフは兄弟たちに自分の身を明かした。ユセフは声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファラオの宮廷にも伝わった。ユセフは兄弟たちに言った。私はユセフです。お父さんはまだ生きておられますか？兄弟たちはユセフの前で驚きのあまり答えることができなかった。ユセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくとユセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のユセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わせになったのです。神の御言葉、神に感謝。
主を讃えよう、声を合わせて讃えよう、心を尽くして神を讃えよう、命のある限り神を讃え、私は生涯神を褒め歌う。神に希望をかける人は幸せ。我が主を讃えよう、声を合わせて讃えよう。神は他国から来ている人を守り、身寄りのない子供とやもめを支え、神に従う人を愛し、逆らう者の企てを砕かれる。我が主を讃えよう、声を合わせて讃えよう。アレルヤ、アレルヤ、神の国は近づいた。改心して福音を信じなさい。アレルヤ、アレルヤ。マタイによる福音。その時イエスは人たちに言われた。行って、天の国は近づいた、と述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に、金貨も銀貨も、銅貨も入れていてはならない。旅には袋も二枚の下着も、履物も杖も持っていってはならない。働く者が旅物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に帰ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の誇りを払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日には、この町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。主の御言葉、キリストに賛美。